こっちか。おや、これは毒。どっから出てんだ。毒っぽいね、色が。わあ。ほら、毒毒。忠告してやめたのに。すごい毒、すごい毒。いやあ、毒の霧がやばい。だんだんひどくなってるな。どうしよう、これ、これ。止める？毒ガスに近づくとヒットポイントが減少します。残りヒットポイントに注意しながら先へ進みましょう。どこかで換気扇を回せばガスが消えるかもしれません。なるほどね。あ、ここは違うのかな。すごい回ってるけど。え？え？あ、なんでーい。よし、うっそー。これはあれか、物理攻撃してくるやつか。何、いつしてくるのかわかんないよ。すごい、ホーリーで倒そう。まだ？あ、まだか。見えないよ。オッケー、やっつけた。敵が出てくるっていうことは？あ、でもここなんもないんだ、アイテムだけ。あ、じゃあここじゃないんだね。びっくりマークのところへ進みますか。換気扇ないときついな。まあ、毒消し結構あると思うから別にいいんだけど、でもここではちょっとやだな。あ、でもデスで回復しながらやっつける、やっつければいいか。毒が結構きついですよね。よし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 、いっちゃえいっちゃえ。毒がこの先なんだろう。あ、なんか動きづらいね、毒だと。お、エリクサー、オッケー。さっさと進みましょう。攻撃食らった時のオーバーなリアクションが。あ、あそこに換気扇があんのかな。減ってきてしもた。開けてくれい。え、ここも充満してるじゃないか。魔導ブースト剤、魔法の威力が高くなるのかな。確認。おいー、あー、換気扇回った。これで毒の霧が、おーっと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 、見えないよ。ロックオンしてなかったの、そういえば。です、間に合うかな。です、よし、うん、2匹だったら余裕だぜ。よーし、換気扇が回ったので、これで毒は。なんだ、つまんないな。遊ばれてる気がする。おっと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 。もう慣れたもんですよ。あ、攻撃食らってるけど、なんとなく分かってきた。なんかずっと押してると MP 減っちゃうけど、攻撃してくるタイミングで回避すれば MP そんなに減らないですね。てかむしろ MP 回復しますもんね、22ぐらいね。 OK、 なんとなくこのね、攻撃方法にも慣れてきました。おや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 、あなたですか。よし、ちょっと敵が増えてきた気がするな。あれ、行き止まりだよね。行けないよね。行けない。くそー、アーデンめ。プロンプトは無事なのかな。まあ、イグニスとグラディオラスも心配ですけどね。こっちっぽい感じ。ういっす。大丈夫。大丈夫だよ。あなた大丈夫だよ。もうね、ファントムソードよりこっちの方が楽。ヒットポイント減っちゃうのがね、きついもん。まあ、ファントムソードの方が早いのかもしれないけど。よし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 。オッケー、やっつけたでしょう。
さよなら。こっちなんだろうな。あれ？あ、ここ来たとこか。あれ戻ってる？行ってないとこあったっけ？こっち行ってなかったのかな。あ、行ってないっぽいかな。いやあ、それずるい。それは卑怯だよ。いいよ、攻撃してきて。見えない。いいよ、攻撃してきて。うわ、よいしょ、よいしょ。ヒットポイントちょっと多くないか。同じか。外したね今、残念。あ、外したね今、残念。オッケー。とあと1回かな。あれ、腕ないからダメですって。吸い取ってやる。あ、でもこんだけヒットポイント減ってても時間がかかるから、ヒットポイントが少ないからってすぐにこう決まるわけじゃないのか。あ、アイテム、なんだ、アイテムしかないのか。まあそりゃそうか、行き止まりだもんね。なんかもっとさ、強力な何かが欲しいよ。強力な何か。ファントムソード以外の武器が欲しいな。あ、絶対掴む、絶対掴まれる。あぶねえ。何？何？あ、その人。え、なんか今までと動きが違う。わ、後ろの人も。あー、もう絶対そう来ると思ったよ。なんか怪しかったもん。うわ、爆発した。自爆かい。お、自爆はダメでしょう。あ、でも倒す手間が省けてよかった。いいよ。あれ、大丈夫大丈夫。あ、でもレベル33なんだね、この人たち。なんか徐々に敵のレベルも上がってきてる感じですね。あ、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 おお、絶対動くっていうか、こっち見たし、今こっち見たよね、絶対。さよなら、行っちゃうよ。あ、もう絶対動く、絶対後ろからボーンでしょ。逃げろー、逃げちゃえ逃げちゃえ。いやー、それさ、それさ、入ってすぐいるのはさ、聞いてないよ。あ、ほら起き上がってきた。自爆しちゃいなさいよ。自爆しちゃえばいいじゃないの。自爆しないんだ。二人まとめてやっつけてやる。ちょっと引きで見たいけど、狭いからあれだね、アップになっちゃうね。オッケー、大丈夫。食らった、やっつけた。ふう、倒れてる敵も危険だわ、気をつけねば。あー、絶対これも動くんじゃない、抜け殻。怪しいよ。ていうか、プロンプトが倒してってんのかな。あ、ショップがあった。ちょっと買い物します。これでしばらくは MP の心配もないと思うので、いけるぜ。お、来やがったな。あ、自爆兵だ、自爆する。これ危な。よしよし、ナイス。ちょっとだけこの魔導兵減ったよね。よいしょ、レベル33か。うわ、ちょっと待った、自爆兵。なになに、どうすんの、自爆やめろ。え、逃げる、逃げた方がいいよねこれ。あ、でも突撃してから逃げた方がいいか、そこで自爆するでしょ。それでみんないっぺんにボーン。ナイスナイスナイス。あなたも、あなたも自爆兵ね。
変な動きですよね。よしよし、大したことねえぜ。あ、気持ち悪い。うおーいっす、早い。気持ち悪い。今の見ました、変な動きしまして。その抱きつくのやめてくんないかな、本当にやだ。あ、抱きついて自爆なんだ、もう勘弁だよ。抱きつき兵ほんとやだ。よしよし、またまたね、こう地味な戦いが続きますけどもね。いやもう本当に一人なんで寂しいから、なんか戦いも寂しい、一人って寂しい。今何回ぐらいまで来てるんだろう。仲間がいないと随分頼りないね。そうなんですよ、よく分かってらっしゃる。おっと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 です。これは近接物理かな。あ、なんだ、攻撃してくる人としてこない違いの違いがよく分かんないんですけど、やめろし。よし、 OK、 これは弱いね、これは弱い、大丈夫。 OK、 やっつけた。ふう、せめて武器を使えるようにしてほしいな、普通の武器。何もない。だいぶでも来たよね。あ、でも一回下に下がっちゃったからな。どこまで戻ってきてるんだろう。あ、え、あー、おいっそ、強い、絶対、え、絶対痛い。エレベーター下降中、しばらくお待ちください。早くして。エレベーターに乗り込む、乗り込むの。あ、あ、そう、なにどういうことなんだ、どういうことなんだ。ちょい、あ、待った、減る、すごい減る。やばいよね。え、まだ来ないの、エレベーター。ちょっと早く来てくんないかな。エレベーター来たらわ、あー、消えたんだけど。うわ、後ろやで。お、ほい、まだエレベーター、まだ倒せんのかな、これ。まあ、倒せるか、倒したことないか。え、でも減らないよね、全然。移動してるの分かる、剣見れば分かるよね。エレベーターが到着しました、ウィッス、逃げる。ついてくんじゃない。あ、危なかった。でもなんか瞬間移動してたからついてきそうですよね。いるんじゃない。電源が落ちた。あ、うっそー、今度呼び電源探しか。フロアの電源を起動する。いやー、敵がいるよ。これ後ろから襲ってくるパターンじゃないの。何か聞こえなかった。一人だとちょっと怖い。怖いね、怖いよ、さすがに。やだー、機械の中からじわじわ出てきた。勘弁してくれー。です。なんで今爆発したんだろう。ポーション盗まれた。そんな、電気ついたかな。これで少しはマシか。あー、よかった。それでなくても、うい、っしょっと、マジかよ、すごい減るよ。やだ、もう。あー、来た。え、なにこの人。びっくりした。びっくりするよ、そりゃ、そりゃするでしょ。びっくりしない人いるの。まぬけだ。いやー、自爆兵。逃げろ逃げろ。あ、なんか動けないんですけど、動けないんですけど。あー、また電源が落ちてしまったか。あ、またやつが来た。うえー、え、あ、違う人だ。
何？なんだこれ？これは倒すのかな？あ、倒すんだ。あ、これは大丈夫だと思うよ。一回やっつけてるしね。えいっす。大丈夫大丈夫、落ち着いていこうぜ。落ち着いていこうぜ。ロックオン。そうそう、全然ロックオンしてなかったんですよね。これで回復、これで回復これで回復しながら近寄るよくない？これ回避しながら、回復しながら攻撃する。あ、これ楽、超楽、超楽、ありがたや、ありがたい。雷攻撃痛い、ごめんなさい。何にごめんなさいか分かんないけど、はい、ビーム、はい、食らったぜ。余裕だぜ。さっきの雷攻撃よろしく。よし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 、ふう、やっつけたよ。そろそろなんかあれだね、エリクサーかなんか使った方がいい気がしてきたな。ここか。あ、電源入っていないのかい。あ、これ絶対動く。逃げる。電源どこ？なんでブレーク落ちた？うわっと、わっ、え？どこに敵がいるのかが全然わからないんですが。珍しいコイン、違う。違うの、違うのよ。それ違う。電源を探してるんだ。うえーい！あ、やば。こいつか、こいつか。あ、いなくなった。謎。明るくなったかな？よしよしよし。イエーイ！これ逃げるべきでしょ？多分。これで少しはマシか。あー、動き出した。もう、無視！うわっ！あそれ、それびっくりする。あ、また張ってきてるよ。あ、ちょっと、ちょっと危険だな。エリクサー使おうか。もう、やば、逃げよう。超危険だよ。魔導兵だけならまだいいんだけどさ。金属片もすごい、落ちてるね。到着。あー、びっくりするわ。なんだあのトイレマーク。あ、もしかしてプロンプトがいるっていうマーク。トイレマーク、トイレマークとか言っちゃったじゃないか。いや、わかんないけどね、何のマークか。チラ、あー、あったあったあった、チラ見してよかった。不安すぎる。帝国の死骸研究って結構進んでてね。なんか来るぞこれ。まあ俺が進めさせたんだけど。お前嫌い。ちょっと前までここで死骸作ってたんだよ。そうなんだ、だからいっぱいいるんだ。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひこれを機に、まだチャンネル登録がお済みでない方は画面右下のチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてまた他の動画もたくさん投稿しておりますので、そちらもぜひご覧ください。 Twitter もやっております。動画がアップロードされた際のツイートなどなど、あと時々浮上して変なことつぶやいたりもしますので、ぜひそちらも自由にフォローしてください。そして動画が上がった際はぜひともリツイートお願いいたします。それでは本当に最後までありがとうございました。伊藤でした。